どうも、シュータです。さあ、やってきました。さあ、今回はですね、レジェンド確定ガチャチケットが配布されたんで、こちらのね、徹底解説、並びに、まあ、当たり選手を紹介していこうかなというふうに思います。まず、この中からね、当たり選手の方をピックアップしていこうと思うんですけれども、完全にね、自分なりの独断と偏見なので、まあ、その辺だけ分かっていただければなというふうに思います。あくまでね、ゲームの話なので。はい、それではね、まず自分が当たりだと思う選手をピックアップしていこうと思います。マラドーナですね、まず。で、ベッケンバウアー、ネドベド、トッティ、マルディーニ、チェフ、クライファート、キャンベル。まあ、それ以外の選手は、まあ、基本的にガチスカには入ってこないかなというふうに考えていただければなというふうに思います。早速それではね、その当たりだと思うピックアップ選手たちをね、紹介していこうと思います。まずマラドーナですね。はい、この選手に関してはまあ CF 起用が一番いいのかなというふうに思います。まず圧倒的な前線能力があって、でなおかつまあスピードは遅いんですけれども、まあ、ボディコンとか高くてコンディション程度7、まあそこはライブアップで B なんで関係ないですね。で、ダブルタッチ、本化、ミドル、スルーパス、アウトスピンキック。まあ、この辺のスキルがすごい優秀なんで、まあ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 、ライブアップで B ってことを考えればね、総合値100もいきますし、まあ普通に使えるのかなと、来作2021でも使えるのかなというふうに思います。じゃあ次、ベッケンバウアーですね。まあ、ベッケンバウアーに関しては CMF、DMF、それから OMF、で、センターバック、右サイドバックと、まあ、どこのポジションでも使えるような選手ですね。個人的には圧倒的に CMF がおすすめなんですけれども、まあ、まず見ていくと、まあ、前線能力ある程度高くて、で、決定力とかもね、85以上乗ってきますし、レベルマだとね。で、フィジコン、ボディコンも、まあ、ある程度あって、今作にも、来作にも、まあ、多分適してるとは思います。で、コンディション程度8、まあ、ここもライブアップで B なんで関係ないんですけれども、ミドル、ライジング、スルーパス、アウトスピンキック、マンマーク、インターセプト。まあ、その辺が優秀なスキルなのかなというふうに思います。まあ、真ん中のセンターバックで使うにはちょっと厳しいかなと思うんですけれども、でも絶好調とかだとね、全然使えると思いますし、まあ、普通に有能だとは思います。で、俺さっきネドベド上げたっけ？ネドベドもまあ一応当たりかな。うん。まあ、やっぱアイコニックの方が圧倒的に強いのは強いですけれども、やっぱ使用感の塊というかこの選手もね、スタミナ98あって、で、逆足もしっかり蹴れて、コンカ、ドロップライジング、スルーパス、で、アウトスピンキック。この選手はね、本当にね、アイコニックに関しての話なんですけれども、ミドルがね、めちゃくちゃ入るんで、やっぱドロップライジング持ってるんで、まあ、そこを考えるとね、ネドベドも、レジェンドでも当たりなのかなというふうに思います。で、トッティですね、トッティもね、めっちゃ使いやすくて、まあ、レジェンドでもね普通に使えるっていう知人から話を聞いたので、まあ普通に使えるのかなと思います。まあスピシュンはそんなないんですけれども、やっぱボディコンフィジコンが高いので、まあ、そこでカバーされてる部分があるのかなと思います。で、ミドル、ワンタッチシュート、ワンタッチパス、アウトスピンキック、まあその辺のスキルが優秀ですよね。うん、普通にとっては強い。で、マルディーニですね。マルディーニに関してはぶっちゃけ僕はそんな好きじゃないんですけれども、まあ世間的には当たりなのかなというふうに思うので、まあ今回入れときました。普通にクロスとかも優秀ですし、スピシュンもね、まあある程度高くまで行って、フィジコンも結構高くて、でやっぱ逆足4-4ですよね。ここがやっぱ事故りにくさを生んでるのか分かんないですけれども、まあ、真ん中のセンターバックは厳しいですけれども、やっぱ攻撃的サイドバックなんで、まあ、左サイドバックとか右サイドバックで使ってあげるのがいいのかなというふうに思います。で、次はチェフですね。チェフに関してはですね、まあ、ぶっちゃけ、個人的にはちょっと微妙なところもあるんです、やっぱり。ジャンプの数値が低かったり、クリアリングの数値が著しく低かったりするので、その辺は微妙かなと思うんですけれども、低弾道パントキック持ってて、なおかつ守備的ゴールキーパー。で、ライブアップでが B 固定の身長196センチの、まあ、ゴールキーパーということで、まあね、B 固定のキーパーは貴重なんで、まあ、来作に向けて、2021、まあ、当てておきたい選手ではありますよね。で、次、クライファートですね。まあ、この選手に関しては僕持ってないんで、本当に当てたいんですけれども、ね、相手にいたらほんまにうざいんですよね。もうめちゃくちゃうざいですよ。まあそんなにね、スピシュンとかもなくて、まあ別に強そうな能力値はしてないんですけれども、まあレベル1だったらね、結構上がりますし、逆足頻度精度もまあまああって、で、ミドルシュートあって、ライジングあって、ワンタッチシュート、ワンタッチパス、アウトスピンキックある。もうね、本当にワンタッチパスで叩かれて、まあ、やっぱポストプレイヤーっていいとこにいるんで、しっかり受けてワンパで叩かれて、まあ、最後フィニッシャーに持ってこられるみたいな。クライファートにはね、本当にめちゃめちゃやられてるイメージがあるので、まあぜひ取っておきたい選手ですよね。まあもしね、次アイコニックが来ても、まあ、この選手取っておきたい選手だと思います。まあ、とにかくレジェンドでもね、強いと思うので、まあぜひね、この技に当たった方は使ってみるのもありかなというふうに思います。で、キャンベルですね、ラストは。まあ、キャンベルに関してもですね、まあ、個人的には瞬発力がね、やっぱり低いので、まあ、あんまり強くないかなとは思うんですけれども、やっぱり無印のセンターバックっていうのは使用感もいいですし、でなおかつフィジコンも高くて、守備能力もぼちぼちいいと。で、マンマークインターセプトしっかり持ってるので、まあ、身長もある程度あってね、普通に使いやすいセンターバックだとは思うんですけれども、まあ、ちょっと個人的には好きじゃないんですけど、まあ、世間的には当たりかなと思うので、今回キャンベルも入れました。はい、まあ一通りというかね、自分が当たり選手だと思う選手をピックアップして評価、徹底解説していったんですけれども、まあ最後にね、ガチャ引いていきますけれど、個人的な狙いはやっぱりクライファートですね。うん、
クライファートが当てれればこのガチャはもう最高です。ではまあ早速引いていきましょうか。いやクライファートしか欲しくないんでね本当に、うん、クライファートしか欲しくないんでお願いします。クライファートください。さあ金の演出から、さあ飛んでいく飛んでいく、さあ頼みます頼みます、ほんと頼みます。右足、いやーちょっと肌の色的にないんじゃない、別件か別件か、いやー苦い思い出が、1万2000コイン使ってこやんかったのに、しかもアイコニック持ってるっていう、いやーさあ今回ねレジェンドガチャの徹底解説およびまあガチャ引いていきましたけれども、またね皆さんにとって誰が当たりかっていうのはまあ各々で判断していただければいいかなと思うんですけれども、個人的な当たりは今挙げさせていただいた選手たちになってるので、よかったらねぜひ参考にして、このガチャ激アツガチャライブアップで B 固定の選手がね引けるっていう2021に向けていいガチャだと思うので、ぜひ引いてみてください。それではね今回ここで動画の方を終わっていきたいと思います。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。